皆さんこんにちは、牧之助です。先日練習中に骨折してしまいました。現在は手術も終わって退院し安静に過ごしています。今回は骨折した時の状況や病院での受診の様子などを紙芝居形式でご紹介しようと思います。アップが終わってスピンの練習をしていました。右足軸のバックスクラッチの練習をしていました。回転中に氷に開いていた穴にブレードのトーピックが見事にはまってしまって、右足ががっちり固定されてしまいました。右足が取り残されたまま、上半身がそのまま回転してしまって、右足首を盛大にひねってしまいました。すぐにスケート靴を脱いで、応急処置としてテーピングをして氷でしっかり冷やしながら自力で車を運転して帰宅しました。帰宅した後は痛みに耐えながら仕事をしていました。仕事が落ち着いて右足首がすごく腫れてしまっていたので、家の近くの整形外科を受診しました。 X 線撮影をして画像を確認いただくと、右足外くるぶしの骨が折れてるねと診断されまして、仮ギプスで固定することにしました。もしかすると手術が必要かもしれないので、大きい病院で MRI 撮影をしてもらってくださいと言われて、病院の予約も取っていただきました。後日紹介状を持って大きい病院に行きました。 X 線撮影、MRI 撮影と手術をする可能性があるため、血液検査と尿検査を受けて診察室に入りました。右足首の外くるぶしの骨が折れて、さらにねじれている状態とのことでした。右足首の内側の靭帯も少し損傷を受けていたようです。手術しなくても固定しておけば治るけど、これからも競技を続けたいのであれば手術した方がいいですよと言われて、かなりしぶしぶ手術することに決めました。翌日から入院して骨折部をプレートで固定する手術を受けました。手術後の診察で、骨はひねる動きに弱いので、スピン中に右足が取り残されたのが良くなかったけれど、通常であれば足首の骨が粉砕していてもおかしくなかった、運動で鍛えていたから筋肉や靭帯が骨を守ったようですね、あと中途半端にひびが入っているより、いっそ折れていた方が早く骨がくっつくんですよと教えていただきました。そして1週間の入院生活で病院食をもりもり食べて太りました。1日でも早く練習が再開できるよう、しっかりリハビリも続けていこうと思います。皆様もスピン前に氷に穴が開いていないか確認してから練習してくださいね。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけますととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。牧之助でした。ありがとうございました。